オーケー、アイスタイム。やりますか。ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、シャープ11。前回は、ゲルドの街にやっと入ることができたので、次回からこのね、シーカー族の裏切り者、ラッシー族じゃなくてなんだっけ、イーガーダンか。イーガダンを滅ぼしに行くとこでーす。生放送録画でご覧になってくださっている方は、生放送である都合上、大変具だったり休憩の時間などを取ったりしますので、シークバイやスキップ機能をご活用の上、快適にご視聴ください。高評価、チャンネル登録お願いします。動画へのコメントも大歓迎です。お願いします。さて始めていきます。流暢に喋ってみようと思ってチャレンジしてみたものの、なかなか難しいものですね。早く砂ざらしを捕まえねえな。あ、ここで貸し20ルピー、一回り20ルピー高えよ。足元見てもらっちゃ困るよ、姉ちゃん。完全回復薬ばっかり作っちゃったんだよな、結局のところ。あとは防御力が上げるやつとか、まあ、こう串刺し魚ぐらい食っとくか。お、見せられない料理はこういう時に食っとかないと、食うチャンスがねえからな。こんなもんだろ。今日も砂嵐がひどいな。かっこいい、この人も。砂漠っていうことか。え？マジで？じゃあ、イーガダン行けないじゃん。宝の方が気になる。よく知らないんかい。ほう。剣士の像が残ってる。その方向ってこと？なるほど。カルサーダニ。簡単じゃねえか。砂ざらしがないと難しいと。 OK。 あれ、こっちの方砂ざらしが全くいねえ。どうしようか。お、なんか急に暗くなったぞ。これ日陰に入ったってことか。ん？待て、あれは熱でよくわからんが、塔ではないのか。あんなところに塔が。あら、ぜひ行きてえところだが、ちょっと砂ざらし20ルピーで分かったよ。レンタ砂ざらしや。借りてみようか。7ルピーしかねえじゃねえかよ。乗り方教えざらし。知っとるわ。やったわ、もう3回ぐらい乗ったわ。あ、すまん、話が終わったと思ってスキップしてしまった。まあ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 、町の東側にもいっぱいいたから。お、学校は。ずいぶん大人っぽいけど、この人たちも学生なのか。なんて美しい。うわー、めっちゃ可愛いなー。いいなー。いいな、俺ゲルド族に生まれたかったな。ゲルド族、あー、いいな。なんて眺めのいい。かっこいい。美しすぎるぞ。ゲルド族に生まれたかった。
くしょしたら俺は最強の男ガノンドロフとしていくらでも嫁は選び放題だったわけだ。ところがどっこいだ、畜生、日本人なんかに割れちまったから。しくしく悲しいぜ。コメント、こんばんは。こんばんは。今日もゲルド族を眺めて元気に過ごしております。いやー、砂漠は好きじゃないけど俺はここに住みたい。砂漠が嫌だということを差し引いたとしてもここに住むメリットはたくさんある。ちょっと船ざらし、その辺の奴らちょっと捕まってくれよ、頼むぜ。俺のためにちょっと働いてくれよな。悪い話でいいだろ。逃げる直前にダッシュ、そして捕まえる。オッケー。いやー、ちょっと俺のために働いてくんな。せっかくだから宝も見ていくか。おお、剣の方向だな。こっちだ。このまま、このままここを直角に曲がり、ここにも像があるな。お、宝だ。ちょっと待て待て待て、いや待て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 、貴様もしかして、貴様もしかしてあれが、一回離したらどっか行っちゃうパターンですか。お前そこにいろ。おい、あ、くそ、こういうことか。お、えらいぞ、あいつ待ってる。いや待ってね、えらくね。おい、お前、あ、危ない。ダッシュでに、おい、いいぞ、転がって余裕こいてやがれてね。すぐ俺が捕まえてるからな。ここだ。あー、待て、早い。くそ、うわー、あいつ用心深え。どこまで用心深えんだよ。一回俺のために仕事したろ、もういいじゃねえか。俺たちそういう仲だろ。この辺でダッシュ、そして A ボタン全部、そうだ、あれでいい。俺のために働け、このクソクック、はい、このクソクソ戦う、あれのために働け。だからこっちにあるってんだったら行くしかねえだろ、はい。今度はなかなか見えねえ。もしかしてこの中か。あ、この中くせえ。この、おい、お前、ちょっと待って。あれ、いやいや、違う、こいつらはボケだ。違う。おい、砂ざらし、どこ、いって。威力だよ、おっさん。それ、威力だよ、おっさんとも言われるぜ、そのうち。うごぉ、私が守る。そう、ラッシュが全然発生しねえじゃねえか。お、放電してる。いってえ。ラッシュが放電してるみたいな、俺わけわかんないこと言ってなかった今。どういう意味だ。くしょー、あ、お前、いや待て、強化リザルブーメラン持ってない、月光ナイフだ。ほっ、
ゴディバには聞こえなかった。誰を呼んでんだお前。待て、ここで両手武器を、イエーン。このスティック押し込みしちゃうの嫌だな。ほら、ノックバックせい。おとなしくノックバックせい。完全に、完全に砂ざらし見失ったんだが、これやばくない？だいぶ致死なんだけど。こりゃまずいぞ。どうしたもんか。なんで掴んだこんなもん。なんかこの辺で光ってなかった今。あ、強化リザルブームやんか。それは欲しい。兵士の剣いらんだろさすがに。強化リザルブームやんの方がいいよね。そろそろビッグブーメランを使っていく時期に来たか、これは。ええー、何これ、焼きビリビリフルーツ。あれ、あ、開けたか。あれ、俺のマリモは、俺のマリモどこ行った、おい。いやー、マリモなしでは厳しいだろこの旅は。先に宝ちょっと調べるか。2個目の石像がこっちの方を指してたな。こっちの方だな。たく、今暑いのか寒いのかもよくわかんねえぜ。あ、お前また、またリザルフォスだろ、お前。おらよ、プレゼントだ。喜べ。ほい。あ、弓のタイプか。木の絵ありがとうよ。でもこっち来てほしいな。どっちかというとね。ほっほっ。あ、間違えた。は？なんか投げるのに左を押しちゃうんだよな。左ボタンを、L ボタンを押してしまう、投げようと思って押して自爆してしまうというのがね、あるあるなんですよね。これがまた爆弾にセットしておくのは危険だな。写真でいいわ。そんでもうマリもいなくなったから俺はワープする。コメント、ティップス読む暇がないってあるけど、ティップスいつ出た？出てなかったことない？左スティック押し込みがち。それはね、もう俺の操作上、なんか押し込んだという認識もなく押してるから無理だね。これ多分一生治らない。これいつの間にかこうなってると思う。ただ力強く操作するだけで押し込まれてしまう左スティックが悪い。俺のせいじゃない。右スティック押し込みがしゃがみにしてほしいんだよな。その辺の設定ってできんかな。基本操作を変えるような設定がないから多分無理だな。特殊アクション。何？まだ2個も知らないことがあるじゃないか。追加コンテンツ。古代のバグ。これ欲しい。
操作方法変えて。この辺だ。ほら来た。行くぞ。もたもたするな。おっとと。いや、こいつは A ボタン押し放題だから、ゴディバより楽でいいわ。そんなこと言ったら怒られちゃうね。コメント、古代のバグがあればかなり便利になるよ。そうなんだ。でも今のところなんかフラグ立ってないもんね、イベントの。まあフラグとかねえよって話なのかもしれないけど。そうか、そういえばザコの巣で一応お宝見つけたっちゃ見つけたから、あの剣士の石像が指したお宝の方向に一応もうすでに見つけたのか。またビリビリフォスだ。ビリビリフォスに構ってしまわないわ。今はとりあえずイーガダン、イーガダンだな。イーガダンっていうぐらいだから多分リーダーの名前が五十嵐なんだと思うんだよ。五十嵐だからイーガダンにしたんだと思ってて、だから俺は今日の放送の開始日にイーガダンの音を間違えてラッシーダンと言った。学生時代ラッシティって呼ばれたと思う。こっちだな。オッケー、やってやってる。はい、早く五十嵐出てこい。はい、裏切りの C 家族め。はい、どんなかわいそうな声出すんだよ。何、裏切りのマンキーコングと、まあ、裏切りマンキーコングと同じ技使ってきたな、さすがだな。はい、くそ、体力減り始めた。寒いのか。はい、寒かったり暑かったり忙しいやつだな。ビリビリハーブ、なにー、あ、危ねえ。飯食うぞ。せっかくだから寒さ耐性上げるやつ食うか。2しか回復せん。完全回復ばっかり作っちゃってなんか食べるのもったいないんだよな。まあいい、耐えろ。はい、あれ、なんと、ここまでのようだ。お別れだすな、ダメ。何このカエル。くそ、トンボが見えたからしゃがんでるのに。いっ、で、待て。何お前、マジで。ホリパッドのさ、ホームボタンの位置、悪意ありすぎんだけど。砂ざらしなしでここからかよ。うわストレス。なんで砂ざらしなしになってんだよ。おかしいだろ。俺は一緒にいたじゃねえか、間違いなくよ。舐めやがって。フックショットが欲しい。フックショットでギャンギャン移動したい。
寒いな、ほんで。9回復、でかすぎる。6ぐらいでいいんだけどな。ちょうどいいのがないな。ちょうどいいのがないんだよな。あ、これちょうどいい。これ食べとこう。コメント、助走のまま行く？確かに。そうか。あの村を入るとき以外は助走である必要はなかった。ナイス米。それナイス米だ。非常にナイス、ない米。まあちゃんごめんねの、まあごめぐらいない米だったな、これ。まあ俺、まあごめとか聞いたことないけど。ここで出てくんだろ？うわ、担任は聞いてない。おい、何お前。ど、いつまで転がってんだ。オートルヒマンのマーゴメで、オッケー、いいね。待て、お前全然攻撃が当たんねえじゃねえかよ。拾われたぞ、顔。何、英傑武器壊れた、ついに。うわ、気持ち悪い。英傑武器壊れちゃったからな、しょうがないから腕でも拾っとくか。どこまで転がってくんだよ。リスポーンしそうなぐらい戻ったぞ。どうせ耐久力クソだろうから腕を先に持ってくぜ。あら、トゲモリブリンヤ殿が槍の方がさすがにいいんじゃないか。お、我が糧になれ、我が糧。逃げたか。逃げるならそれもよし。来たな、イガダン。濃いガラシ、俺が相手してやるぞ。ん？お前遠距離タイプだな、珍しい。お前遠距離すぎるだろ。遠距離すぎるって、さすがに。そこまで遠距離タイプになられたら知らんわ、さすがに。でもあいつな、ルピー落としてくれるからな。できれば倒したかったんだけど。なんだあれ、なんかありそう。あ、なんだあれ、ワークポイントじゃねえか。行ってみるか。お、また遠距離タイプ。遠距離タイプだが脆い。お、シーカーの弓、二連矢、二連弓。これはでかい。やっぱ金持ちだなあいつら、さすがだぜ。これ捨てっか。捨て。二連休の方がいいだろ。コメント遠距離すぎわろた。遠距離タイプすぎたな、あいつは。これなんだ、マジで。なんでワープポイントだけが存在してんだ。わ、エリキショッカー来た。エリキショッカー急にその世に生まれたみたいな感じで出てくる。何これ、青き光の石を捧げよ。え、
壊れた。青き光の石だ。夜光石。ブーメランタイム。何？やるな貴様ら。はっ。くっそ。ブーメランの挙動が悪すぎて。まるで。危ない。オッケー。ブーメランの挙動が悪すぎて帰ってこねえ。あ、夜光石めっちゃ手に入るじゃん。これシータが大事そうに胸に抱えてるじゃない。ネックレスにしようぜ。リートエ・バトバリタ・ウルフ。素材は手に持っちゃうのか。飛行石じゃ。何？祠が出現するパターンか。なんかそういえばそんなこと、青き光がどうのみたいな、そういえば本で読んだな。こういうタイプの祠もついに登場したか。姿が消してるパターンね。リーテヘッドバリタウルフ。2つの爆弾、シンジドってなんかいなかったっけ。シンジドってなんかキャラいたよね。なんだっけ。ほう、これは一体おめえなんだよ。おお、乗ったところでですよね。まあまあ、まずは観察から行こうや。うん。あ、新自動。あれだった。リーグオブレジェンドだった。思い出した。ほえー。あ、このレールは？これはレールじゃなくて模様か？コメント、リシド。リシドではない。マリクソバみたいな。声が異常にガラガラな。お、全然わからんぜ。だってここ登ってもしょうがないし、なんか爆弾でなんかするようなものが見当たらない。お、もしかしてこれ爆風届く？爆風届くことない、これ。置いといて。あぶね、食らってない俺。あ、届いた。なんか中に爆弾が2つあったんだよな。あれが誘爆したんか。これも一緒か。とりあえず様子を見に行こうよ。ダメだ、ガチョンってならない、こいつ。ここにあるのね。なるほど。で、今度こっち置いて、これで、起動しての、起動する。ん、ティティロードズブリー。
コメント宝箱。確かにこんな、これ宝箱あった？爆弾じゃなかった？爆弾となんかスイッチじゃなかった？中に入ってたの。あれ、うん、爆弾とスイッチが2つだ。宝箱はなさそうだぜ。まずはこっち見てこよう。ここは、おー、なるほどね。空中であそこに爆発させるとどこがどうなるんだ。こっちが持ち上がるのかな。うん、まあまずは一回やってみよう。そこが上がる。だが閉じる。なるほど。うわ、遅かった。とりあえず落として、もう一回俺が上に行って様子をまず見てくる。上がるけど閉まってしまうと。ああ、ただ2回爆発させればいいだけか。で、ここがクリアと。なるほどね。で、コメントで宝箱見逃してますせということなんで、まあ見ていきましょう。あるとすればこっち側かな。ここだろ。あれ？俺の読みが外れたか。反対側に飛べばあると見込んだんだかな。あれ？なんだよ。なんかいけないな。なんでいけないんだ？え？これ誘爆したの？なんだよ、誘爆すんのかよ。なんかジャンプして上に乗れなかったんだよな。なんで乗れないんだ？カメラワークがちょっとオワコンすぎるな。こんぐらいか？なんか乗れないんだよな。なんでだ？まあ、乗ったからといってなんだって話なんだけど。上でジャンプすればいいのか。あ、乗れた。あ？何も見当たらんな。てっきりこれが動かせるのかと思ったけど、そういうわけでもなさそうだし。ここに乗ってみるか。乗れませんでした。
乗れませんでした。うわぁ、これ腹立つな、これめちゃくちゃ腹立つな、これこのカメラがついてこないの、一瞬リンクを見失うからさ、これでタイミング逃すんだよな。うん、あったー。なんだ、ただ裏側になっただけか。あ、ありがたい、100ルピー。じゃあ進んでいこう。ただ爆弾が誘発してしまうということを考えると、だこれはクロスするように置かなくてはいけないということですね。同じ方に2個置いてぶつかり、お互いがぶつかり合ってしまってはいけないから、あいつはこいつ発射した後、え、無理じゃね、これ帰ってきちゃうもんな。あれ帰ってこない、あれ帰ってこない。これ置いたやつどこ行った。丸はここ乗る、四角はどこ行った。四角は上に乗るのか。丸だけは行ったり来たりするけど、四角は上に乗るんだ。それはおあいつらへ向けだね。どこにお前、どこに、まったく。四角は上に乗ってくれると。あー、軌道が違うんだ。そりゃ便利だね。じゃあ丸だけ爆破して。バカー、タイミングってものを考えないよ、あんた。逆か。四角を先に爆破しないと誘爆してしまうのか。逆に丸が安全な位置にあるうちに四角を爆破して持ち上げて、で丸がちょうどいいところに行った時に爆破するんだな。ガチョンボーン、きたー、 OK、 クリア。あいつ随分かっこいいポーズで、かっこいいポーズで、お前。あと、じゃあ2個目。ほこらの証2個目。爆弾の重さが違うんだ。それは知らなかった。形状の問題じゃないんだ。ビタロックにしよう。え、なんだよ、なんだよ、魔のものだろお前。ブーメラン便利、ブーメラン便利すぎる、大好きだぜ。なるほど、ビタロックは原生生物には使えないのか。風のタクトに出てきた海の巨大なタコとかは出てこないんだろうな、今作は。ほっ、うわ、外しやがった。こんぐらいか。当たんね。ほっ、おっ、きたー。狩りといえばブーメランよ。これがオーストラリアの知恵よ。こ
メント、ロード中のティップスもいいこと書いてあるね。ああ、確かにね、ロード中のティップス全然読んでなかったわ。おい、来たぞ、五十嵐。お出ましか。遠距離タイプ3人か。なんか勝手に矢を弾いてる。違う、全部外してんのかこいつら。俺のボウガン返してください。ブーメラン返してください。遠距離には遠距離で対応するぜ。おお、近距離ダメだ。次々にブーメラン落としていく。いって、ついに食らったか。ただ大したことねえな、ダメージ。くそ。お前初ダメージか。いっぱいいると鬱陶しいな。お、近い近い近い。この距離で外す？もういいわ。なんで当たらん。ダルケル、お、2連休、2連休いいね。2連休、2連休、お前ら2連休取得し放題か。くっそ、金属何年目だお前ら。プラトゥーン3の発売日に休みやがって。うるせえな奴らだ。2連休取得し放題とはいい職場だな。クエ強化リザルブを伏せ。2連休がいい俺は。豪鉄リザルボー。いや、豪鉄リザルボーのがさすがにだろ。あれ？豪鉄リザルボーだった。どうしよう。あ、ライネルより豪鉄リザルボーのがいいの？そうなんだ。ライネル5章を大事に持ってたのに。どうしようかな。でもこれ3連休だからな。来年で3連休だからやっぱちょっとやっぱさすがに3連休の方がいいよな。月曜日に取るか金曜日に取るかで迷うとこだよな。3連休。いや、騎士の剣使えて不足。お、セーブ来た。イーガ団のボス、イガラシ出てくるんじゃない？そろそろ。あれ？ 2 連休が置いてあるじゃないか。やっぱりこいつら2連休を5章大事に。買い回してんだな。身内で2連休。権利を使い回してきた。いや、これは、これを燃やすんだ。そうだろうが。お？外れか。すべての、すべての垂れ幕を燃やしてくれるわ。え、なんで燃えない。ファイヤーキースにしてくれるわ。自家製ファイヤーキースにしてくれるわ。コメント使ったことのない2連休に絶対的な信頼を寄せてる。いや、2連休が信頼できないわけないだろ。それはもう初日は大量に12時間ぐらい寝てだね。次の日は、昼に起きてからこうカップヌードルとか食べて、アニメ一気見よ。
パイファミリーとか一気見するわけよ。ついに当たり引いたが。だが、俺にとっては当たりが外れなんだよ。外れこそ当たり。お、なに？タイマー壊れた。キースの羽なんかに使うんだったんだよな、そういえば。これは？あれ、騎士の剣壊れた。これは E 型のクリカリ型じゃないか。ヤシの実。いらん、そんなものは。ポリエッ！いいね。この世界、どういうわけか今までのザレダに比べてだいぶルピーの価値が高いからな。なんだ、何もなしか。キースの出てきたところは外れ一辺倒なのか。しょうがねえな。あれ？麗しき女性が捕まってバナナが置いてあるじゃない。どうした？バナナに釣られたのか？バレッタ。雷鳴の兜。あ、そういう話だったわ。忘れてた。仲間を呼ばれて終わり？あいつら警備してるかバナナを食べてるかぐらいで。違う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 、俺はこれ持ちたいんだよ。持って投げつけたいんだよ。なんでシー家族の札いっぱい仲間に見つかって終わり。あれ、今までのイーガダンに比べて随分いかついやつがいるじゃないか。一回見つかってみたいな、どうなるか。おら勝ってこいつ。あー、なるほどね。敵は出てくるわ、行き先は失うわってことか。こんないかついやつもいたのか、イーガダンに。なんて強い。見かけ倒しではないというのか。恐ろしきイーガダンよ。オートセーブされててよかった。バナナを食べてるかってことは、まあバナナを投げれば気が、そられるんだろうけど。ちょっと一応このイベントだけは、フラグ立てとかないとね。で、ここでセーブすると。今はセーブできない。なんで？めんどくさいこと言ってくれんなよ。あ、できた。この微妙な操作感ね。バナナを手に持つ。どこ行った？そっちから回ってくんのか。なるほどね。あれ？あいつ尻尾生えてね。あ、違う。体験か。かっこいいな。なんか急に、スカイリムのダンジョンを思い出して、スカイリムやりたくなってきちゃった。さて、あいつは見てる方向を変えないが、おい。かわいいな、ずいぶん。お大根、やつらの弱点はバナナと聞くが、このような使い方になっているのか。おう、スネーク、それでいいと思うよ。
彼らの目のつくところにバナナを投げてやれば注意はされるはずだ。おたがん、いくら言い方の時そんなバカな連中ではないはずと思うが。ものは試した、スネーク。バナナを投げつけてみるんだ。でもバナナを投げつけてあいつらがバナナ食ったってことは、あいつらみんなバイキルトかかってるからね。気をつけないと。さっきも宝箱あったな、そういう。こういう消耗品だったら別にどっちもいいんだけど。さて、こういうところはキモンディだね。キモンディ高岸はどうやって、あ、でもね、バイオハザード6で俺ね、バイオハザード6のウスタナクから逃げるミッションに比べたらこんなの簡単な方じゃね。何、そこに、もしかしてそこにいるのか。いない。お、危ない。めっちゃお宝置いてある。右のやつの居場所がわからん。右のやつはここにいたか。やべ、こっち来ちゃうじゃん。どこまで来る？そこまでか。ポーチを並べ替え手に持ち、ここでは持つことができない。なんで？遠くに置くを設定し、こっち来た。うん？やばい。え？バナナに気づいてない。くそ、さっとポケットに入れやがった。そういう感じなのか。どうしようかね。あんまりバナナじゃ時間稼げないってことだな、要するに。待て、おい、やばい、変な別のやつ見つかったぞ。くそー、やられた。こうなりゃ勝負だ。ははは、我が怪盗、我こそ怪盗。なに？コメント、先に怪しまれてたからバナナに気づかなかった。やっぱそうなのか。先に怪しまれちゃうとバナナごときじゃ怪獣されないというのか。バナナで怪獣できると思った俺が甘かった。めんどくさいからこのまま行っちまいたかったけどな。一周待つしかないか。でバイオセブンでマーガレットの追跡を免れた俺としてはこんぐらい楽勝。バイオハザード8で名前忘れた。バイオハザード8のあいつ誰だっけ。
マザー・ミランダしか名前が出てこないわ。あんなに。準備か。ドミトレスクだ、思い出した。ドミトレスク城ね。ドミトレスクから逃げ切るのは大変だったからな。娘の名前忘れた。一つも名前出てこない。ファーラは違う。ファーラはシックスのやつ、バイオシックスのやつ。カサンドラ。これ上に乗ってしまうというのはどうだろう。待って、そもそも目的地が分かってないんだよな。変な柵を閉められたのはいいが、これお宝は帰りに回収できそうな気がするんだよな。だからこれを手に持ち、遠くに置く。え、どこにこれ判定出てんのこれ。え、遠くに置く。判定の出てる場所がわからん。ほい。動きがバカスなんだよな。目的地も分からずにこんなとこ登ってしまったが、一体俺はどこに向かえばいいんだ。ここか。ここに向かえばいいのか。このライブアライブの江戸編みたいな。テレテテレテテーン。テレレレレ。いやー待て、これはちょっと難しいぞ、位置的に。どうしたものか。とりあえずこの辺に転がしてみるのは悪いことじゃないだろう。で、こうよ。OK。ここはクリアした。で、ずっぽし。あれ、ドッカーン。ルビー。この宝がもしかして兜なのか。でも取ったらフラグが立ちそうだから先にドッカーンしとこう。価値ある、価値あるものをたくさんくれるね。そして今隠し扉見つけちゃった。この隠し扉を見つけさせるためだけに多分わざわざここにいっぱい別の宝箱が配置してあるんだろうな。これは二連休か、もしかして。二連休。でももう二連休と三連休しか持ってないからな。有給やっぱちょっといっぱい持っときたいからな。そうだよね。これは外れ宝箱だと思った。これこそが真の目的地。出てこい、五十嵐。なんだこれ。でも敵は多分人間だと思うんだよな。人間じゃない敵。トナ。俺様の昼寝場で何してる。お前がボスか。
こいつ雑魚臭がするな。イーガ団の総長、強くたくましい男、それがこの俺、甲賀様。なんだよ、五十嵐じゃねえのか。覚悟しな。ん、妙な技を、妙地球な技を使うな。おい、イガラッパ。そしてこいつ、なんと、ま、これはビタロックが効かないだと。これ3連休で打ち返したらどうなる。壊れないか。でもバリア張ってすぐにこれを出してきて、で壊せないとなると、どうやって戦おうかな。直にこいつをこいついって、これはゼルダ伝統の跳ね返しの技じゃないらしい。そしてあいつがその場にいなくても投げてこれるらしい。どうやって戦おうかな。これ別にこれで打っちゃえばいいんじゃない。ああこういうこと。あ、でここでこれが弱点タイムか。そういうことか。全然効かねえぞ。そういうことか、今のは第一形態ってことだな。これでも矢持ってなかったらどうすんの。矢もブーメランも持ってなかったら、あ、めんどくせえ、当たらん。結構すぐ落ちたからここでいいんじゃないか。あ、飛んできた。お前ライデン食らってみるか。まあ、ライデン切れた。じゃブーメランこれ使ってみよう。ここいいね。第3形態、お、なんか別物になったぞ。なんか金属っぽい。待て、金属っぽい。ピンクだ。モテる。やっぱり。おら。そういうことだろう。で、こっち来いよお前。うい、ドカーン。お。いやお前部下のでかいやつの方が強かったぞ。でもまだね、体力全部なくなってないからな。代々伝わる奥義、楽しみだ。でかい。でも同じやつだ。まさかこれに乗り込むのか。
いや、それじゃ困るのよ。倒させてくれ。まあ、出してくれるならよし。これが、なんだっけ。雷撃衆の兜みたいなやつな。雷鳴の兜。かっこよ！六つ目だ。ゲルド族の神器。ルージュに返すまで大切に保管しておこう。目的地が更新されたぞ。あ、ここだ。ルージュだっけ、あの人。名前忘れちゃった。もうこれはいらないだろ。うん。一回装備してみようぜ。あれ？装備品じゃねえ。なんてことだ。使わせてくんねえのか。じゃあ、星付きか。あ、星付きだ。なるほどな。じゃあ、ワープで帰ります。戻ってきたぜ。あ、そっか、また助走しなきゃいけないんだ。助走っと。あれ？あ、そうだよね、ここゲルドの街だもんね。宿女のパンツ、あたしよ、通してくださいな。ここまで恩義を尽くしたなら、男だってことを明かしても出入り許してくれそうだけどな。いや、逆にモテモテになってしまって困ってしまうのかもしれない。畜生、罪なやつだ。あれ？いらっしゃらない。そういえばマークが後ろに。え？なんだ？上の階にいるのか？もしかして。あ、ここにいらっしゃいましたか。ルージュさん。何？格闘でも良いとか言われそうだな。お主、男なのじゃろ？ボーイなのじゃろ？みたいな。わらしじゃ。兜使えるようにしてくれよ。俺、それいらない、行くんだよ。ウルボザニとかなんとかみたいな。かっこいい。かっこいいです。でも俺の方が似合うと思います。いや、ゲルド族の方が似合うな、これは。なんか思い出したんか。あ、先代のね。ああ、呼び立ててすまなかったね。でも早かったじゃないか。さすがお姫様好きの騎士だ。今日の調査も張り切ってたからね。疲れが出たんだろうさ。で、どうだい？この子と仲良くできてんのかい？そうかい。でも勘弁してやりなよ。お姫様はあんたの背にある剣を見るたび落ち込んじまうのさ。自分はハイラル王家の出来損ないだって。それはあんたのせいじゃないんだけどね。この子はさ、
と頑張ってきたんだよ。封印の力を得るために小さい頃から毎日毎日祈りの修行。冷たい泉で無理するもんだから熱出したり倒れたり、それでも力は得られなくて、せめて自分にできることをって異物の研究まで始めて。本当にいい子なんだ。だからさ、守ってやるんだよ。あんたがね。冷えてきたね。そろそろ起こした方がいいな。ん？ああ。今のを見る限り、あんまりゼルダと親しくないんじゃないか、リンク。似合います。似合うと思う。マジで。ウルボザじゃなくて、ヴァ・ナボリスだったが。神器を創作している間に大きく変わった。そうなの。もちろん、すぐ行こうぜ。それ俺にくれ。南東にある監視所、オッケー。南東ね。砂ざらしに乗らねば近づけん。パトリシアちゃん。パトリシアちゃんってドラクエ8に出てくる犬の名前じゃなかったっけ。目的地を更新、バ・ナボリス。南東、あ、南東か。俺南西だと頭の中で思い込んでた。ちょっと待ってくれ。ダルケルの守りが回復してないからな。こんな状態で行っていいもんだろうか。ちょっと待ってくださいね。トイレに行きたいので、ここで休憩タイムを取ります。休憩します。
はい、戻りました。再開します。南東だったな。南東行って、でも時間的にね、11時にねコメントジョボ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 とはジョボジョボジョボとはなんかそんな音しましたか。あ、こんなとこに、こんなとこにあった女神像。なんか言うことはあるかい。よくわかったの、貴様。ムバキ。女神像の話。若かった時の話。何？まあ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 。ラブポンド？なんだそりゃ。薬か？いやでもわかるな。俺も妥協した恋愛はしたくないもんな。元カノのことは、俺は元カノ2人いるけど、2人とも結婚する気で付き合ってたけど振られちゃったんだよな。あ、お前逃げ足がうまいな。逃げんのはやっぱ結婚するつもりで付き合う覚悟じゃなきゃ、そもそも俺は付き合いたいと思わんからな。ほら、ここだ。オッケー、捕まえた。行こうぜ、一緒に。コメント、ラブボンド忘れちゃったの。ラブボンドっていう単語は確かになんか出てきたような気もするんだけど、全く覚えてないな。ラブボンドってなんだっけ。ダルケルの守り、そろそろ回復するな。いや次にマジでベタ惚れした人ともし付き合えたら最初から結婚しようって言うな俺は。まあ、なかなか出会えないから困ってるわけだけどね。俺もあのばあさんと同じ道のりをたどることになりそうだ。この年まで来ちまったわいとか言いながら、なんだよここに登れないから降りちゃったじゃないか。全然砂ザメじゃない、なんだっけ、砂ざらしいらなかったけど。コメント、ラブボンドは名前しか出てきてない。そうだよね。コメント、メニュー開きっぱなしだったからダルケル復活しなかったのかな。まあでもそろそろたまるし大丈夫っしょ。お、いたいたいた、おいっすー、うん、ナボリス目前、見えません。あ、爆弾やで撃ち抜く。へえ、なるほどね。めっちゃあれだな、なんだっけ、ワンダと巨像みたいな。なるほど、こいつとくっついてれば、うん、落雷を避けられると。やばくなったら監視所まで絶対。
OK 行こうぜ。サーバ、船ざらしは用意してくれるのか。いや、英傑の子孫の現代の子たちが結構魅力的だよね。うわ、狭範囲。ここに入ってなきゃいけないのか。それで爆弾矢で撃ち抜くと。結構大変だぞ。マスクがずれるのも可愛い。おい、俺女装しっぱなしだ。待て、でもルージュに男だとバレちゃまずいんじゃないのか。こっちだ。待て、こっちだはいいが、そもそもまず着替えさせてくれ。急に男になるが許してくれ。そして爆弾矢を装備するんだな。だったらこれ三連休がいいよね。おい、うわ、これ維持するのめっちゃ難しい。あ、降りちゃった、降りちゃった、降りちゃった。危ない。あ、すごい、ちゃんと喋ってくれる、ありがとう。遅れを取るなよ。お前が微妙に遅いんだよ。ダッシュすると追い越えちゃうのさ、追い越しちゃうのさ。お、やばそうな雰囲気になってきた、急に。あれ、ほこら、ほこら反応、こんな時に、こんな時にホコラ反応。あ、俺はみ出てますけど。アイアイ傘で俺だけ出てるみたいな、俺の左肩だけ出てるみたいな感じになってるな。ちくしょう、甘酸っぱいことするぜ。さすがはなんとかの末裔ルージュ様よ。甘酸っぱいさには、特に何て言おうとしたわけでもなかったから言葉が出てこなかった。ついに到達したか。ようやく落雷の必殺技が出るわけだね。離れるな。うわ、めっちゃロックオンされとる。おら、何、暗い。今だ。当たった。いいね。おいおいおい、めっちゃ当たるじゃん。離れるなよ。離れて。お、落雷食らうて。おーい。私が守る。なんてけなげなんだ。お、ついてこい。お前がついてこいよ。マジで。お、マジで。危ない。こいつはあのゾーラ族と違って全く融通が効かない。やっぱガキだな。ガキだからその辺分かってねえな、全然。いって、いって。離れるな、いいな。え、ちょ、タイミング悪い。タイミング悪いよ。おい。お、バカ者。な、お前、輪っか入ってこいよ。こいつマジで分かってねえ。マジでこいつ分かってね、こいつ本当に使えねえ女だぜ。そんなんじゃお前末裔としてお前笑われちまうぞ。まあ一緒に来たのが俺だからよかったけどな。もっと心の狭いやつだったらもっとボロクソに言われてるぞお前。うん、しょうがない。ハートプラス合計使うか。もう一発耐えられる気がしねえ。あと一発なんだ。
にに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 に
いけ。よっ、サボテンに命中。サボテンに何をフラフラしてんだよ。やる気を出せ。砂なんとか砂探し。うわ、危ない危ない危ない、標的。ちょっと英傑本気出せ。いっけーい、いけーい。ああナイスナイスナイス英傑、ナイス英傑。オッケー、よし、多分一番難しいところは終わった。あとは乗り込むだけだ。え、降りてこないの？どうやってそこまで登んだよ。おお、膝をつかせた。チャンピオンに膝をつかしてやった。ナボリスを沈めることができない。ここからはそなたに託すしかない。おお、目覚ました目覚ました。やばい、チャンピオンが10カウントを待たずに立ち上がったぞ。いけんのかリンク。おいってる。これちゃんとワープポイント登録できなかったら二度と乗れないじゃねえか。顔が横に長い。お、いきなり地図ゲットか。これワープ地点か。ああ、懐かしい顔だね。あんたは必ずここに来る。私はそう信じてたよ。ガノンに乗っ取られたこのナボリスを取り戻しに来たんだろう。そうだよ。来たよ。じゃあまず内部の構造を示したマップ。思いっきりそこにロボットがいるんだが。お、遠いなマップ。宝箱はめっちゃ見える。あれがマップの情報が入った誘導席だ。あそこへ行くんだよ。オッケー、オッケー。ということで今日はまあこの辺でタイミングもいいので終わろうと思います。次回はこのナボリス攻略ですね。バ・ナボリス、違う、ダ・ナボリスだっけ、忘れた。ということで今回はここまでで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさい。コメント、ここは難しかったな。難しいのか。チャンピオン、その時はまた膝をつかせればいい。じゃあまた明日も多分ね、帰ってくるの早いんで、まあ明日もできると思います。じゃあ次回はナボリス攻略ですね。セーブしとこう。忘れてた。危ない危ない。